俺これ空気階段のラジオを今から聞こう、本当に俺の話を聞きたくないと思って聞く人はここから見ない方がいいと思うけど、最初まあ空気階段はファーっと喋るわけよね。ほんならなんかね、途中からあの僕はそのお金貯めてるんだとか、実はお金を貯めてるとか住むとこがないってことをね言い出すわけよ。で相方がなんでお金貯めなきゃいけないのみたいな。それどっちがどっちなんやろ。モグラ、モグラは突っ込む方ね、その捕まえに行く方。ああ、火が生えてる方がモグラ。そう。で、塊、塊っていう方が、いやお金貯めてるとか、ちょっと積むところがないんだとか。細い方ね。そういうわけ。いやなんでお金貯めなきゃいけないのみたいな話になるんだけど、途中でね、このモグラくんが、いやお前さーって切れ出して、ごめんやけど言わせてもらうよって。お前彼女に振られてんだろみたいな。ああもうそこでのラジオで言ったんだ。言ったんだよ、暴露したわけ。で彼この塊くんは、もう自分の中でもう本当に好きだって、彼女のことが好きだったんだ、でも別れて振られてしまったんだって、号泣するわけ。号泣すんだよ。すごいね。泣いてんじゃんみたいな。泣くなってお前みたいな。もう純粋よ、純愛。泣くなお前、相方の前でそこまで泣けるってすごいね。そう、ほんなら、塊くんが、俺はお前にベローチェでこの話をしたけど、ラジオで暴露されるために言ったんじゃないんだって。ああなるほどなるほどね、ほんなら僕らはいや別に茶化してはないって、ただお前好きなんだろって、っていう話が進んでいくわけ、で実はこの話ね、グッと戻るよ、実はこのキングオブコント準決勝の話に戻るわけだけど、準決勝ですごく手応えがあったんだって。空気階段準決勝まで行ってたもんね。行って、2つとも受けてもういけるってなった、ほんなら落ちた。でここで塊くんがもう溺れていくわけよ。もう飲めない酒飲んであもうそれが飲めない酒を飲んで大暴れして、家をぐちゃぐちゃにして、彼女がもう別れましょうっていうわけ。ああなるほど。っていうストーリーがあんのよ。ほんで塊がもう僕がもう本当にもう邪魔しないでくれて、僕のプランニングがあるからって、ね、でこいつはそのもぐらくんは結婚してるんだよね。で最近ね籍を入れたんだけど、これラジオで言ったのかな。ね、ラジオで大滝詠一さんの幸せな結末の曲を流して告白したら成功した。あいいねいいねいいね、いい歌やもんなるもんね。お前もしろってそれはどうなの。お前もしろってそれはどうか分からんけど、そんな確率は 100% なんだよって。まあ今んとこね、1分の1やからね。もうやりたくない僕はって言うわけよ。もう振られてね、もう違うって言いたくないって言うわけよ。心も今ボロボロやからね。あでお前本当にお前悲しんだんだろうって、ね、戻りたいんだろうって、でいろいろ J-POP も聞いてんのかと、聞いてる J-POP も聞いて、もう泣き崩れたと、何で一番泣いたんだって、ね、なら寿司屋のバイト中にね、寿司屋でバイトしてるんだって、寿司屋のバイト中にね、あのスーパーフライさんのあの愛を込めて花束を、愛を込めて花束をって流れてきたら、涙がこぼれてきて便所にこもってしまったんだって心に響いてもうて、なら分かったって僕らは、じゃあお前スーパーフライさんのその愛を込めて花束を乗して言っちゃえよって、まあ、自分が成功したもんやけどね言いたくないみたいなことで CM にバンバン行くんよね。すごいラジオやね、それをすごいなんかそういうなんか今日、ね、曲紹介だったりその曲についてとかそんなんじゃないんだ、もう2人だけの2人だけの、ね、ね、これを、じゃあっていうわけ、ね、結局その、まあ、その子は聞いてよ細かいことは、話は、ほんで聞いたら結局一番最後に、じゃあってここまで実は2時間半ぐらいかかってるって言ってね、収録は30分じゃん、その放送されてるのは。あでも実はスタッフさん込み、その空気階段込みで2時間ぐらいかかってんだって。でここで彼が今から言うからみんな聞いてくださいって言って、スーパーフライの曲がパーって流れて、彼が言い出すわけ。もうラジオで通して告白すんのよ。そこで電話つないでるわけでもなく、違うもう通して電話とかつながないよ。自分のもう振られて自分がもう戻るよりを戻せないかもしれないということを、もうでも自分は好きだということをもう純粋にピュアに伝えていくんよ。はい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 、
すごいね。すごいよ、うん、もうね、うん、俺は単純にこのラジオを聞いて、うん、どうでした？芸人やなってこのアーティストがロックンロールって言うけど芸人もロックンロールなんやなっていう、うんうんうん、もうなんかもうむき出しもういいやんさらけ出して何みたいな、うん、いやそれがもうそこでもう本当にねもうスーパーフライの愛を込めて花束のもう感想ぐらいまでいくぐらいね、うん、もうずっと喋る熱を込めて喋るわけ、うん、で俺最後のセリフも言っていいのかなこれ言わんほうがいいかまあ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 そこはね聞いてもらえば、まあ、でも続きもあるしね言うよ俺言いたいやんいやもう言ういや悩んだよいや言わんほうがいいこれは言わんほうがいいでもこれ聞いたほうがいい、うん、聞いて終わるんよ、うんまあ、言ったんやねそういうああいうまあまあいろいろあってなんかもう言うよ最後にねどんなこと言うで言って、うん、わーって、うん、うわーもうこれどうなんのこれって、うん俺としてはもうすごい来週のラジオが楽しみなんだけど、うん、次回、空気階段のラジオ、うん、お休みです嘘え嘘お休みなあ休みなんどうなったんあもう今もう3日経ってるよ3日4日経ってるよあるよあるよどうなったの空気階段俺もう後輩を伝って連絡を取りたいけど一番会いたい芸人やろ一番今会いたい芸人